鳴ってるよ。はい、青山です。いやまだと申しますが、ただいま電話に出ることができません。ご用件のある方は発信音の後にメッセージをお願いします。山田と申しますが、どうもありがとうございます。加藤だよ、もう。今の別に関係ありません。留守電か。携帯にかけましたが、留守電でした。それでもよくやった。お前は一つレベル上がった。時間考えろと言いたいが、ナイスガッツ。明日もう一回頑張れるか。女性に電話したことなかったけど、何よりお礼がしたかったんです。だからまた明日かけます。お前の急成長ぶりには。泣けるわい。電車男のエピソードがここまでヒートアップすると誰が予想したであろう。とりあえず今日はゆっくり休め。おつ。占い師に聞けば魔物退治の話が出てくるよ。本当だ、サンキュー。ねえ、長老って彼女いるの？え、彼女？だから泣くわけねえだろ。だよな。下手に傷つけたら剣も教えてくれなくなるだろ。稲毛、須田熊、私、市川、新小岩、錦糸町。彼女か。いい響きだな。お母さん、その話だったら後でゆっくり聞くからね。じゃあね。またお見合い？もう朝からしつこくて。山田と申しますが、どうもありがとうございます。ヤマリン、今夜空いてる？はい。じゃあ今夜接待。
接待ですか。そう、接待。7時に光産業の社長とだ。でもそれって及川さんの担当じゃ。ああ悪いな、俺今日用事あってさ。及川君は何も気にしたくたっていいんだよ。誰が担当だっていいだろこの野郎。お前ま、頑張ってちょうだい。出てきます。あ、行ってらっしゃい及川君。7時からだ。あ、間違えた。7時からだぞこの野郎。はい、はい。どうかしました。どうかしたから電話したんでしょ。ったく使えないんだから。そんなことじゃ課長とトラブった話なんてできないじゃん。もう上司と揉めてるんですか。まだ初日ですよ。最初は肝心だって言うでしょ。いや、そういう意味じゃないと思うんですけど。油取り紙でかすぎじゃないのそれ。いいんですよ。ちょっと聞いてんの。はい。さあ、この際部長と寝ちゃった方が手っ取り早いと思ってんだけど。あの、陣鴨さん、キャッチが入っちゃったんです。そんな出任せであっちの携帯切れると思ってる。本当にキャッチなんですよ。だったら無視すりゃいいじゃん。いや、そういうわけにもいかないんですよ。さあ、周りの話を聞くとさ、その部長がかなりマニアックらしいのよ。いや、そんな話されましてもですね。はあ。何？男？ん？ちょっとね。怪しい。いいから。回転木馬とか言われても僕よくわからないんで、大体それがクレームに入るかって言われると微妙ですし。あれ、陣鴨さん。勝手だな。おい、まだかよ。早くしてくれ。お前申し訳ありません。どうもすいませんでした。なかった。この番組はノエビアグループ、三菱モーターズ、大正製薬、ライオン、KDDI、AGF の提供でお送りします。ああ、
番号メモっておけばよかった。油売っていたんだね。違います。お前何泣いてんだよ。はい、セッター行くぞ。車が来るまで社長、今のシャレは芸術です。そうかね。で、社長、他になんかないんですか。うん、隣の家に囲いができたってね。へー、助けて、もう助けて。ところで社長、お孫さんはおいくつになられました。先月5歳になったよ。おーごー、ミーナってアニメが大好きでね。あーミー、君知っとんのか。ええ、まあそりゃ助かった。実はね、娘の説明じゃ全然繋がらなくて、留守電にもならないし。電車で助けてもらった人。うん、かっこいい。コンタクトしてなかったからぼんやりとしか分からなかったけど、外見はマニア向けですね。ハイクオリティ CG で有名なゴンゾーがあえて80年代テイストで作ってるのが逆に新鮮なんです。ストーリーも普遍的で、暗黒の騎士はミーナを。下心があったから助けようとしたんだよ。絶対そうだって。違うって。どう考えたって勇敢なヒーローでしょ。ラストサムライでしょ。トム・クルーズでしょ。いや、日本人だったよ。ケン渡辺か。先輩、話ややこしくなるから妄想は一人でお願いします。何を。でも誠実そうな人だと思うけどな。そう、彼女の見る目は確かです。暗黒の騎士もみんなと接するうちに信じる心を取り戻すんですから。じゃなかったらお礼の電話なんかしてこないと思うし。そうやって誠実だと思わせてんの。深入りしない方が身のためだって。あんたこそ被害妄想膨らみすぎなんじゃないの。先輩、男できてから私に刑してください。よーし、いい度胸だ。表へ出な。しかしみんなは最後の敵と戦うために闇の世界に残ったのです。彼女は今仕事から帰ってきました。早く帰りたかったのに。着信何件も残してくれたのに。帰
帰ってきた。待ちくたびれたぞ電車。とりあえずお茶でも飲んで。茶なんか後だ、電話しろ。これから電話します。早く早く早く、昨日の勇気を思い出せ。撃沈しても泣くなよ。終わったら報告頼むぞな。もし今頃電話中か。またあり待つか。こんな気持ち中学校時代の弁論大会以来だ。私も授業参観で息子が発表してる姿を思い出した。どんな会話してんのかな。電車声裏返ったり噛んだりしてそう。あるある。誰か悩みとかねえとか。待っちょる間にやることねえわ。リストラされた俺は離婚届を置いて家を出た。しかし女房は愛想を尽かすどころか俺の帰りを待っている。俺は彼女にかける言葉が見つからない。本当に悩み相談が来たぞな。もし毒男には強烈な嫌味にしか聞こえぬ。リストラ男をまず女の気持ちを考えてみろなんてマジレスしてる俺。奥さんをどう思ってんの。それが大事。お前は電車の何見てきたんじゃ。今一旦終わりました。まだ手が震えてます。来たー。よくやった男だ。どうだった。なんかお風呂が沸いたらしくて、後でエルメスさんからかけてくれるそうです。ダメだ、緊張しすぎた。早く教えろ。前半戦は KO されたか。エルメス入浴中か。お疲れ。内容を報告しろ。詳細希望の。それでは説明させていただきます。もしもし。はじめまして。あ、知らなかった。山田ですが。山田さん、よかった、やっとつながった。すいません。いえいえ。カップありがとうございました。あんなにいいもの本当すいません。いえいえ。昨日の留守も途中で切れてしまって すいません。いえいえ。すぐに電話も折り返せなくて すいません。いえいえ。その上連絡が遅くなってしまってすいません。どうかしました。ごめんなさい。山田さん謝ってばかりだから、こっちもいえいえばっかりで。すいません。面白い方ですね。あ、そうだ、あの時はありがとうございました。いえ、むしろ お時間取らせてしまって。あの後私たちもすぐに帰ったんですよ。おばさんたちと山田さんのことを話しながら。どんな。見ず知らずの人のためにあんなに体を張ってすごく勇気のある青年だって。山田さん。あ、すいません。
なんか嬉しくて。お風呂入ったよ。後で入る。冷めちゃうわよ。後で入るから。すみません、親がお風呂に入れってしつこくて。いいですよ別に。大丈夫ですよ、後で入りますから。でも悪いんで。そうですか。それじゃあお風呂から上がったらかけ直してもいいですか。え、もちろん迷惑でなければ。全然平気です。じゃあまた後で。はい、待ってます、待ってます。はい。ここから俺はどうしたら。まずは会いたい意思を伝えるのでは。カップのお礼に食事誘え。激しく賛同。お礼にもらったカップのお礼って変じゃないですか。マジレスでお願いします。極めて普通です。会ってお礼が言いたいのですが、ダメですか。で、行くべき。私女だけど、会いたいって前面出すより単純に食事に誘った方がいいと思う。エルメスまだ入浴中かよ。想像するだけで燃える。男でしょう。やっぱ聞いてたんだ。聞こえちゃったのよ。あら、そうですか。カップのお礼に食事、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 カップ。すみません、こんなに良いものもらっちゃって。これじゃ逆に悪いです。なんかお礼できないでしょうか。そうだ、今度食事でもご一緒しませんかってどう。これだ。すみません、こんなに良いものもらっちゃって。これじゃ逆に悪いです。なんかお礼できないでしょうか。そうだ、今度食事でもご一緒しませんかってどう。ねえねえ、ここ座って。なあに、お見合い話。今度こそ間違いないから。だったら後で見るよ。今見ればいいじゃない。分かった、ちゃんと考えるから。電話してくる。また？だって話の途中だったし。別に恋愛するなとは言わないけど。そんなじゃないって。ああ、そうですか。そうだ、今度食事でもご一緒しませんかで、どう。すいません、こんなに良いものもらった。来た。はい。すみません、お待たせしました。全然待ってないです。頑張れ電車男。頼む、うまくいってくれ。電車先行機が。ここが正念場じゃかいよ。超祈ってるよ私。心から他人のことで祈るなんて初めてだ。俺らがテンパってどうする。いただいたカップ すごい高価なものですよね。なんか気を使わせてしまって すいません。いえいえ、仕事柄安く手に入るんですよ。こちらこそかえって気を使わせてしまったみたいですみません。あのはい、頼む、うまくいってくれ。カップの、お礼といっては なんですが、よかったら食事に行きましんけ。え、食事なんてどうでしょうか。よかったらごちそうさせてください。気を使わなくても結構ですよ。本当に大したものじゃないので。粘れ。そうですか。になるのは悪いので。割り勘っていうのはどうですか。え、割り勘ならいいですよ。本当ですか。本当に僕でいいんですか。はい。じゃあいつ頃にしましょうか。え、会う日。そうですね、青山さんはいつが。
私はそうですね、じゃあ今度の日曜日なんかどうですか？大丈夫です。それじゃあ日曜日にどこで食事しますか？和食イタリアン、どれだよ。この前東京さ行った時行ったラーメン、あれなんて言ったっけな。バカ、初デートにラーメン屋行くわけねえべ。いい感じなのか、そういうことなのか。まず好き嫌いを聞け。はあ、短い文章が生々しいな。ドキドキしてるわ俺。好きなもの嫌いなものってありますか？すごく辛いのはダメですね。臨場感あるな。待ち合わせの場所を決めろ。どこで待ち合わせしましょうか？どこかいいお店知ってますか？探すから時間稼げ。流行りのおしゃれ系の居酒屋とかは？ごっついとこだと惹かれるしね。絶対イタリアン。それじゃあ青山あたりでどうですか？ああ青山、わかりました。店の決定は当日まででいいから。いいとこ探しとくんで、決まったら連絡しますだ。お店が決まったらまた連絡するという形でもいいですか？構いませんよ。最後に気の利いた言葉言うべし。じゃあ辛くないとこ探しておきまっち。はい。だがな、拒否られたんじゃねえの？まだ会話してんのかな。早く報告しろ。今終わりました。食事の約束取り付けました。決戦は今度の日曜日。マイラ本当にありがとう。来たよ。するかよ。っていうかさ、なんで沙織のことになるとそんなムキになるわけ？それはん、食事に行くだけだから心配しないで。分かった。何に iPhone 読んでんの？陣釜さん、あんたさ、うちの会社寄ったんだったら私に挨拶してもらう常識でしょ。上司との一件は大丈夫だったんですか？もう食っちゃったからさ。食っちゃった。そう、食べるといえば、例えばの話なんですけど、陣釜さんが行くならどこがいいですか？誰と？僕と。ありえないっしょ。例えばの話ですよ。違うって。オタクのあんたが普通の女と食事なんか行けるわけがないっつってんだよ。あんた自覚ないの？どっから見てもオタクだよ。オタク？上から下まで全部オタ臭充満してるし。オタ臭？そう、それ消して出直してこいって感じ。オタ臭する？
とんでもないことに気づいた。勢いでエルメスさんと約束したけど、俺みたいなオタあったら幻滅されるのがオチ。どうしよう。今さらそんなこと言ってもしょうがねえだろ。だったら恋なんかするな。だよな。問題は山積みだが、一つずつ解決してこう。安心しろ、お前の見た目が問題なのだ。木場舵を直せばオタは隠せるはずや。服が変われば心も変わる。いつの間にか電車を温かく見守るスレになってるな。服から会話まで徹底レクチャーの可能性あり。よし、じゃあまずは電車男コーディネートオフだ。電車男改造計画。一緒に渋谷に行ってもらえませんか。渋谷お願いします。言ってることむちゃくちゃだって、あそこアウェイですよ。そこを何度かお願いします。わー、聞こえない。T シャツの袖まくってウエストポーチ&ケミカルウォッシュはこのご時世いるわけねえか。予算は5万だぞ。みんな準備はいいか。まずは髪型からだ。間違っても1000円カットの床屋には行くなよ。床屋じゃなくて美容院。インパクトで言ったらツイストかドレッドや。短髪が好印象だって。金髪は NG だけどカラーは入れろ。店員さんにお任せでいいと思うよ。なるほど。お任せで。かしこまりました。女の優しい指使いに興奮すんなよ。店に入るまでに時間がかかりそうだ。エルメスのため思えば乗り越えられる。店員に聞かれてパニックになるっちゃねえとかね。エルメスのため思えば乗り越えられる。男はやっぱりパンクや。いつでも彼女を守れるアーミースタイルだ。おしゃれの基本は足元。 U-TIP かスクエアがいいよ。モード系ならタイトめをチョイスすべし。古着で十分じゃん。全身ブランドものじゃないとダサいと思われる。それじゃあ予算超え。バランス良ければ OK だから、店員に自分に見合う格好を聞くのがベストだと思うよ。なるほど。食事の場所はやっぱ炒めしかな。回転寿司にファミレス、ファーストフードに焼き鳥屋、ラーメン屋はタブー。おしゃれ系居酒屋なら雰囲気あっておすすめ。私もリラックスできるおしゃれ系居酒屋に一票。失礼いたします。初めての店で挙動っているのはかなり痛いので、心配なら下見に行っとくといいよ。なるほど。女性系がこんな頼もしく思えたことはなかった。俺たちも少しは電車の役に立てたのかな。青山さんは無理と。あ、トイレと会計場所確認しとこう。ただいま。帰る。母さんならな、夜のパトロールに。汚いな、あったく何して。頭、眼鏡も。ああ、バサリ切ってみた。変。補正つけてる？あ、わかった？やっぱ効果あるんだ。おい、よし！お前一体何が不満なんだよ！無事帰還しました。これから電話します。おう、頑張れ！書き込みからオーラが伝わった。挙動ってる感じがしないもんな。よし。
しもし、山本君に すりません。こんばんは。明日の食事和食でいいですか？はい、結構ですよ。よかった。和食ってなんか山田さんらしいですね。そうですかね。あとですね、明日僕おめかししていきますけど、笑わないでくださいね。おめかしですか？と言って期待されても困るんですけど。そうですか。じゃあ私もおめかししていきます。なんかすいません。え？あ、いえ、その気じゃないのに無理して会わせてもらうのかなと思って。そうですよね。その気がないのにいい顔してたら相手に迷惑ですよね。あ、いえ、こっちの話です。じゃあまた明日。はい、また明日。ねえ、これなんかどう？あのさ、やっぱりお見合いやめてもいいかな？どうして？その気がないのに会ったら相手の方に失礼でしょ。まだ無理なの？沙織、ごめんね。せっかく新しい着物買ったのに。母さん諦めないからね。こんな感じだったかな。ちょっとしくったよ。いや、いい感じだよ。電車男燃え。エルメスに燃えました。電車の人柄の良さがにじみ出てる。食事の日は楽しくなりそうだな。俺、実はエルメスさんと付き合いたいとかそういうところまではまだ考えてなかったりします。この機を逃したら一生チャンスないかもと思うのも正直なところですが、でも気持ちは確実に惹かれています。さっきも声聞いたけど、なんか緊張とはまた違った感覚がするんですよ。会ったら絶対好きになってしまうよ。もちろん彼氏もいるかもしれないし、それで好きになったら辛い思いするかもしれないし、なんか苦しいよ。だけど一階の毒男の俺がこんなことを思うようになれたのはすごいことで、それは皆さんのおかげです。みんなのレッスンを読んでると不思議と何でもうまくいくような気になってきて、自信がつきました。いろんな方々の助言、声援を得て、俺は少し成長できた気がします。みんなの後押しが俺を変えてくれた気がします。なんか短い間だったけどすごく長かったような変な感じです。みんな本当にありがとう。大事な気持ちをありがとう。俺頑張るよ。
大事な気持ちを。何言ってるのか聞こえないよ。香水。ああ。これですり合わせればいいから。え、これだけ？昨日相当つけてたでしょ。誰に会うんだか知らないけど、あんなにつけたら逆に嫌われるよ。なんか俺、お多種きついらしいから。バカじゃないの？本当に似合うって意味じゃなくて、雰囲気きついからそう言ってんの。そうだったんだ。あのさ、まだお出汁きつい？いいんじゃない、別に。これから家を出ます。お前ら本当にありがとう。では帰宅後にまた報告に参ります。のし。温めてたこと話すのさ。
電車男の原作本を番組をご覧の20名様にプレゼントいたします。ご覧の宛先までご応募ください。僕どうですか？いい感じですよ。騙されて辛い思いしたっていうのはよくわかるけど、それを見抜けなかったの。やめて。何も分かってないくせに。俺はどうすれば。お休みの日は。この番組はノエビアグループ、三菱モーターズ、あーすごい、大正製薬、ライオン、KDDI、AGF の提供でお送りしました。あの、好きですよ。